カニ座、キャンサーのデスマスク。巨階級を守護するカニ座のゴールドセイント。善悪生死を超越した地獄の番人で、善悪の区別は時代とともに変化するという信念を持つ。教皇の悪事を知りつつも仕えており、その行いも、いずれは正義とみなされると考えていた。デスマスクという名は、彼に殺された者は死後も浮かばれず、巨階級の内壁に、無数の死に顔、デスマスクとなって浮かび上がることが由来であり、そのため本名は不明。相手の魂に直接攻撃を加えて、冥界へ落とし込む闘技の使い手であり、自身も生きながらにして、現世と冥界の入り口を行き来できる。攻撃的粘動派で、ギリシアのサンクチュアリにいながら、中国五老峰の春霊に攻撃を加えるなど、得意な能力を持つ。十二級戦前に、五老峰で紫龍と戦った時には、道湖でさえ驚くほどのコスモを発し、指一本で蹴りを受け止め、そのまま回転させたり、空中を歩き、忽然と、滝の中に姿を消して、戦場から去るといった、ゴールドセイントの強大さを見せつけた。十二級戦では、紫龍を、冥界の淵まで追い詰め、殺めた人間の魂を、自分の手で、よもつひらさかに落とす、冷酷無比な残虐性を見せる。その行いが要因となり、自身がまとうカニ座のクロスに見放され、セブンセンシズに目覚めた紫龍に敗北している。アニメ版では、クロスに見放されてなお、コスモの燃焼は衰えず、肉体が変容するほどの赤色冥界波を放ち、高速拳を放って紫龍に反撃するなど、死の直前まで強大さを誇った。ハーデス編では、シオンたちと共に冥界から蘇って、ムーに挑むが、勝負に割って入った聖夜に、ボコボコにされる。その後、終始ムーに圧倒され、スターライトエクスティンクションによって消え去り、ラダマンティスの手で冥界に叩き落とされた。しかし、シオンへの忠誠心があったことを示し、冥王ハーデスとの戦いでは、ゴールドセイントとして、聖夜たちに力を貸している。OVA、セイント聖夜、冥王ハーデス12級編では、ムーに倒された後、ハーデス軍の増兵らをたやすく倒し、さらに、ラダマンティスにも戦いを挑む。アテナのセイントとして自覚しながらも、逆賊の汚名を被ることに同意する場面も見られた。エピソード0では、アフロディーテに、サガの失踪に興味はなく、自分の徳となる側に組みすることを述べている。アフロディーテとは仲がいいようで、アフロと呼んでいた。アテナを抱えたアイオロスが巨階級に来た際、見逃す見返りをアイオロスに求める。だが、交渉は決裂し、冥界波を放つも、アテナの力により、自身だけよもつひらさかに送られた。その後、シュラ、アフロディーテと共に、サンクチュアリと一般社会の境界線である吊り橋を渡るアイオロスに追撃を仕掛けていた。OVA、ソウル・オブ・ゴールドでは、仕事もせずに、昼間から酒に酔い、ギャンブルで借金まで抱えるような自堕落なダメ男で登場する。だが、その裏では、病に侵されながらも亡き母に代わり、幼い兄弟たちのため、懸命に働く少女、ヘレナに思いを寄せており、ギャンブルで勝った時は、その金のほとんどを、ヘレナの家の前に置き、生活の支援をしていた。ゴッドウォーリアー、ニーズヘッグのファフナーとの決戦において、死んでいい命なんかありゃしねえんだよと激高するなど、これまでの凶悪な人格から一転して人間臭い一面を見せている。デスマスクの必殺技、赤色冥界波。カニ座のゴールドセイントの共通技で、コスモを地の輪廻赤色に変換し相手に放つ技。人差し指を突き立てた構えが特徴的で、食らった敵は肉体と魂が分離され、冥界の入り口、よもつひらさかへと飛ばされる。基本的には、当たったら死ぬ系の技であり、相手の魂に干渉するという特性上、親族にも有効な、脅威の必殺技である。ロストキャンバスでは、マニゴルドが、この特性を生かし、天球星、ナスのベロニカやタナトスに勝利を収めている。欠点としては、相手が高いコスモを持っている場合や、同じく赤色や魂に干渉する技を持っている場合は防がれてしまう。デスマスクがドラゴン紫龍に使用した際には、よもつひらさかの一歩手前まで追い込んだものの、外部から妨害されて現世に戻ってしまったこともあった。技の特性上、
周囲に被害を与えず対象のみを抹殺するのに最適な技と言える。蟹座について、蟹座は行動十二星座の一つで、ドレミーの48星座の一つでもある。星座のほぼ中央にある M44 プレセペ星団が有名である。蟹座は最も明るいベータ星でも 3.52 等、他は4等星以下と全体的に暗い星からなる星座である。神話ではゼウスの固有者ヘラクレスが自分の子を誤って殺してしまった罪を償うため12の冒険を行うこととなる。そのうちの一つがヒュドラー海蛇座の退治と言われる。その場に居合わせたバケガニカルキノスはヘラクレスとヒュドラの戦いを見守っていた。次第に同じ沼に住んでいるヒュドラが形勢不利になったため、加勢しようと飛び出してヘラクレスの足を挟んだ。しかしこれをヘラクレスは振り払い踏みつぶした。一部始終を見ていた女神ヘラは勇敢なるカルキノスを哀れに思い天にあげて星座にしたと言われている。最後まで動画ご視聴ありがとうございました。ご意見やご要望のコメント待っています。ではまた次の動画でお会いしましょう。 See you next time。 どうだい、これが白銀のコスモだよ。